隠れたサビや腐食も残さず落とし、極上コンディションを目指す。ガレージ吉田流究極のボディリフレッシュ術。奈良県のガレージ吉田です。GTR を主に作業をしております。うちもユーザーさんからよく聞かせていただく話なんですけども、板金屋さんに車を入れた際についでに足回りをちょっと見てほしいとか、裏回りのサビを処理してほしい。これ板金屋さんであればサビの処理はできるんですけども、足回りがついているとその足回りの向こう側やっぱり作業できないことが多いので、外した際にやってほしいっていうのも、うちであれば足も行えますし塗装も行えるっていうので、まあ専門店っていうのはうちでは車両に対しての専門であって、板金から塗装、エンジン、シャーシーのそういうメカニカルなとこまで行っております。ユーザーさんに対してうちもどこまで対応できるかっていうとこなんですけど、今の GTR 乗られてるユーザーさんはやっぱり多くはもうとりあえずしばらく乗れればいい、あと 2,3 年乗れたらいいっていう感覚ではなくて、本当に一生この車に乗っていくっていうユーザーさんが多い中で、今もう販売から本当に初期ものであれば3,2で30年近く、3,4ですらもう十数年以上のモデルになってきてます。一般的にやっぱり十数年以上っていうと車のモデル寿命っていう感じになってくるので、この辺で本当に一気にまあ手を入れるというか、一新するような作業を行うことで、今後5年10年20年っていう長いスパンで車を持たせるっていう作業をうちの方では心がけて行っています。シャーシーリフレッシュっていううちのメニューなんですけども、下回りのブッシュ交換およびボールジョイント、前後のドライブシャフトと全部リビルト品の交換と、各メンバーアーム類なんですけども、一旦剥離して全てあのパウダーコート処理をして、まあ、下回りのパーツに耐久性も持たして、かつ、まあ、リフレッシュという感じで駆動系も一新しております。で、端回りのメンバーとかを外したついでに、錆びやすいシャーシとかも一旦錆を落として、メーカーから入ってないシーリング処理を行った後に2液のウレタンコートによる、保護ですね。で、その上に下回りにもボディと同色の塗装を行って保護して仕上げております。下回りに関しては、まあ、まず足回りのブッシュ交換をする際にもちろん足回りのパーツ全部外すんですけども、うちであれば外した際にその外したメンバーの裏側、下ろした燃料タンクの裏とか、普段あのそういうところ手を入れれないところのサビの、まあ、除去および処理まで、まあ、行います。ウェットブラストを使って局部的にも全面的にも処理をして、ほぼ完全な状態までサビを落とし、その上に防サビ処理をして塗装を行っております。まあ、そういった車両の足回りおよび駆動系っていう整備面から、あのサビを取ってそこに塗装するっていう、ほとんど板金屋さんの作業っていうものまで一貫して行うことができます。こちらの車は R34GTR 平成14年式 V スペック2ニュル、ニュルスペックですね。で、走行距離が12万キロぐらいということで、年式的に言うと34の走行距離としては標準的な感じです。まあ、市場価格はどんどん上がってるんですけども、車の程度という意味ではもう年式距離相応にどんどん痛みがきますんで、実際このお車もパネルのつなぎ目、実際表面とかはもうサビが始まってる状況です。パネルの表面つなぎ目とかはもう表から赤サビが正直始まっている状態ですね。で、これぐらいのレベルであれば、うちの方で下からの処理で十分可能なんですけど、こことかはちょっと局部的にですけど、サビがそれ以上進んでる状態で、パネルの裏側にサビがもう入ってしまって、裏のサビがこう進行して膨らんできている状態ですね。こういったところは、パネルを一旦切り取って、既存のものを取り外して、別の後半から同じ寸法のパネルを製作して、また溶接して取り付けるっていう感じの切り張りの作業が必要になってきます。ただまあまあ、それでもこの車の作業、切り張りの作業は本当弱いポイント数箇所ずつで、ほとんどは表面のサビなんで、溶剤の処理とウレタンコートとかの処理で十分可能かと思います。作業前に、下回りのサービスホール等からこのようにビデオスコープ、ファイバースコープを使って内部の状況をまず確認します。ゴミとか、まあ、これのように落としてしまったクリップとかの堆積物もそうなんですけども、それよりも、表に出る前のサビの進行状況、発生状況ですね。ここでこの先の施工方法が変わります。あまりにも内部のフェンダーのインナーフェンダーとアウターフェンダー、よく言われるリアフェンダーの耳ですね、その部分の内側のサビがあまりにひどい場合は、
もう表向いてサビが出てくるのが時間の問題なので、先に、パネルを剥ぐって剥離処理して中のサビを取り除くとかの処理が必要になってくる場合もあります。こちらは R33GTR オーテックバージョン、フォードはセダンの GTR ですね。車両の外装、まあ今はもう外れてますけども、表から見ると本当にボディの色ツヤから言っても程度はいい車両なんですけど、融雪剤が多い地域を走っていた車なので、どうしてもやっぱり下回りの骨格とかもうかなり錆というよりかはもう腐食と呼ばれるレベルですね。でこちらの車はまあ 3334GTR の鬼門と言われているストラットタワー、ストラット部の錆がもう特にひどい部分だったので、現在はまあ、サラのパネルがまだこれ最終の、ほぼ最終ロットで残っていた分があったんで、もうそっくり交換という感じで処理してます。これはもう既存で新品のパネルに交換してますが、この車の外す前のパーツはこのような状態で、上に出てきてる錆っていうのはこの部分なんですけども、実際進行してきている裏っていうのはもうもっと腐食が進んでいる状態。ここまで来ると、鉄のパネルというよりかはもう本当に指で壊れていくような化石に近いような状態になってきています。新品が出る限り新品で交換、しかも溶接箇所も純正に伴ってスポット溶接が入るところに限ってはもうスポット溶接を極力打つっていう状態で、強化してるということですね。強化もあるんですけど、パネル自身がまあこの状態で上からドリルでこっちのスポットは外します。でこのパネルもここまでがアッセンでついてくるんですけども、実際このパネルを新品のパネルから取るときは下からドリルで抜いてパネルが損傷しない状態で外す。で純正と同じくスポット溶接機で入れる。補強というよりかはメーカーのラインでスポット溶接機が導入されている理由として、やっぱり熱がかかりすぎない、強度が上がる、いろんなメリットがあってスポット溶接を使ってると思うんで、そういったところはスポット溶接機使える、入る限りはスポット溶接機でいきます。ただし数っていう意味では強度が上がる部分に関してはスポットの数を点数を上げて行っています。下回りももうここまで来ると表面の錆を落として処理だけでは、正直ここではこのぐらいでしか見えてないですけども、内部はもっとはるかに錆が進んでますんで、表面に簡単にパネルを貼ったりしてその上から塗装するだけでは1年2年後また同じくその隣その隣とどんどん錆が出てきます。なんでこの車両のようになっている場合はもう大きくパネルできる限り広い範囲で、これであればサイドステップのアウターとかをそっくりで、ここの純正のシールを入れてながゆえに錆びてきてる、この辺のポイントですね、この辺ももう大きく切り取って、でパネルがまあない場合、ない場合というか新規の鉄板から叩き出して作ることもあるんですけど、あまりに広範囲の場合、この辺の車は結構数が売れてる車なんで、ドナーもう一台の車両から広い範囲を切り取ってきてそのまま移植するっていう作業も行います。メンバー周りとかのアーム類なんですけども、こちらもうちの方ではまあ剥離して一旦パウダーコートの焼き付け処理っていうことで、溶剤にまず強いっていうのが特徴なんですけども、それ以上に飛び石等にも強いんで、今まだメンバーが皿では出るんですけども、今後メンバーの新品が出なくなった時にこういった処理でさらに長く持たせるっていう方向で考えています。サビの処理がしにくいのはやっぱりこういったパネルが複合している部分ですね。サイドシールとフロアのつなぎ目なんですけども、ここの隙間は、新車からはシール剤は施工されてないんですけども、やっぱりパネルとパネルの隙間なんで、ここに雨水がかかると浸透圧で中に水が侵入してどんどんサビが膨らんでいくっていう状態になりますんで、それがまあ起きてない車に関しては事前にこのように指で全てシール剤を充填して、その後に二液性のこの今硬くなってるんですけど、このウレタンコートを噴霧するっていう状態で処理を行ってます。2枚3枚4枚とパネルが重なっているところっていうのは、表の1枚を剥いでもその中のサビっていうのがあるんで、そこまで全部穴を開けて処理をするっていうのは非常にしにくいので、サビでない車に関しては事前にメーカーが入れてない複合している部分のシール処理っていうもの、リアに関してはこのリアのトランクフロアからつながってくるフロアとボディのフロアのつなぎ目のところですね、そこを全てシーリング処理して保護してます。この辺の目の粗い部分は、新車時のアンダーコートなんですけども、ここにちょうど段差があると思うんですけども、ここの粗い部分はこれメーカーが新車時にアンダーコートを拭いてくれてるところなんですけど、この部分っていうのは新車時にはアンダーコート一切処理しなくて、ほぼ下地の電着塗装以外は何も塗られてない箇所なんですけども、そういった部分も一度全てバラして、2液のウレタンコート、本当に硬い塗装なんですけども、これを行ってボディ色を塗ってっていう感じで仕上げさせてもらってます。まあ、うちで心がけ
けてるのはメーカーのラインでやっぱり省かれてしまう部分っていうところを手作業によって補填して一台一台時間をかけて処理をするってことで先を持たせるっていう感じですね。確実に年数の経った車はこの辺にサビが出てきますんで、でやっぱりメーカーから塗ってるところにはサビが発生しにくいので、であれば全て塗ってしまう方がいいんじゃないかと。究極はフルレストアまで。ガレージ吉田は個々の車両に最適なリフレッシュメニューを提案し続ける。